はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。80vlogです。私たちは名古屋の栄にいます。久屋大通公園がなんかリニューアルされたから、今日皆さんとシェアしながらここのエリアをちょっと見たいと思います。早速行きますか。行きましょう。何があるか見よう。着いたばっかりだけど、ちょっとめちゃくちゃお腹減ってるからレストラン探そう。カフェとかいっぱいあるけどめっちゃ並んでる。まあそれは新しいエリアだから。 でもタイ料理を見つけて人が並んでないから食べました。ピザのご案内します。はい、お、すぐに入れた。よかった。なんか美味しそうな料理いっぱいあるよ。しかも安い。リーズナブルでいいよ。パッタイとトムヤムクンソク。そんな食べれるの？食べれる。本当かな？カモン。なんか注文して2分もかかってない気がする。すぐに出た。いただきます。ちょっと違うな。本場のパッタイの方が美味しい。もちろん。続いてトミヤムクンスープ。おお、パクチーが入ってる。パクチー抜きっていうの忘れた。残念。トミヤムクンスープってさ、これライスと一緒につけると美味しいじゃん。それ一番うまい。ね。めっちゃ美味しい。全部食べた。めっちゃお腹空いてたからパパ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 食べて、お会計して周りのエリアをプラプラしましょう。財布、はい、それは俺の財布。そう、レナの財布が欲しい。食べてからちょっと名古屋のテレビ塔登ったことないから。あ、俺もない。テレビ塔登ったことない。ないないない。愛知に住んでたのに子供の時ずっと。ないです。入りましょう。36.7 度。カメラじゃないか。あ、そういうこと。登ったことあるのが東京タワー、神戸のポートタワー、京都タワーぐらいかな。あれ福岡タワーってなんかさ、旅行行った時に登んなかったっけ。あ、登ってたね。これ登ってたよね。チケットもらった。写真がついてて一人900円です。何がある？スピード XR。 何それ？わかんない。どういう映像ですか？ロックバンドの爆竹さんっていう方がいるんですけど、その方の、ま、去年のライブ映像だったりとか、グランパスとコラボした PK 体験ができるっていう映像とか、結構15分から20分ぐらいでお楽しみいただけるので。お土産売り場だから何があるかを見よう。しかもかわいいじゃんこれ。まあタワーに見えるけど。名古屋飯のお土産もあるよ。とか土手にひつまぶ、これはおすすめ。オグラバター。あ、これをそのままでトーストにしたらオグラトーストになるってこと。登りましょう。高いよ。レトロ感あるね。レトロ感があるね。昔ながらのエレベーターって感じ。すごいね、本当だ。名古屋テレビ塔は1954年に日本初の集約電波鉄塔として誕生し、国の登録有形文化財となっています。手で開けた。めっちゃかっこいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ここから見た景色めちゃくちゃ良くない？うん、そうね。あ、すぐシュ。俺たちの家は見えないんだけど、わかりそうだけどね。ね、探そう。あ、あった、あそこじゃん。一回ぐるっとしたよ。ね。いい感じだね。ビューはめちゃくちゃいい。スカイバルコニー。スカイバルコニー。いい感じ。え、めっちゃいいじゃん。薪もあるよ。本当だ。
雰囲気がいい。家の庭がこんな感じだったら超最高だね。もっと頑張ってこういう暮らしをするために皆さん YouTube 見てください。タカが夢を見てます。ウェイウェイなんていうのウェミーヤなんていうのこれわかんないけど、でもこれがマストだね。クマが上向いてこうやってやってるのは。なんか日本語が下手すぎて。え、なんて読むのこれ本当に。なんか名古屋弁の上を見ることじゃないの。あ、そういうこと、上見やってことか。もう、なんか私は教えなきゃいけないの。だからこのクマは上見てんのか。もう本当に上見やってこと。だから日本人じゃないの。名古屋を上から見るのがいいと思う。ベリーグッドだ、ね、ベリーグッド。じゃあ下に行ってちょっと下プラプラしようか。今下降りてきたけど卓球やってるよ。あ、ここね、安いよ。30分500円。お、安いじゃん。うわ、めっちゃ並んでる。ザ・アリー。おー、タピオカ。タピオカね、まだ人気なの、タピオカ。いや、なんか終わらない。まで人気なの。なんかカリモアとかさ、うん、多分向こうにもなんかあったけど、アウトドアショップも多いね。奥にもうちょっとエリアあったみたいな感じ。ね、向こうにもなんかお店あったから、そっちの方を見に行こうかなと思って。今渡ってきたね。あ、なんかここの方が人が少ない。そうだね、こっちはレストランが多いのかもよ、もしかすると。ああ、ここに広場がある。広場っていうか芝生。本当だ、めっちゃ混んでるな、人。ね、人混み。行かない方がいいんじゃない。カカオのお店。うわ、これなんか美味しそうじゃない。いや、すごい、1個650円。相当濃厚な。そうだね、高級品。めっちゃゴディバより高い。おー、チョコ。うわ、美味しそう。いや、レーズンチョコめっちゃ美味しい。すごい。チョコレートファクトリーに入ったけど、ちょっと私の予算がめっちゃ高かった。ブランドのお店多いよね。ポロとか、トミー・ヒルフィガーとか、マイケル・コールス、オロビアンコとか、コーチとか。そうだね。私に何か買ってくれる？自分のお金で買ってと言わないとダメだね。それはセットだ。言わなくても分かるかなと思って。もっと働いて自分のお金で買うのが一番楽しいよ。違う、タカのお金で買うのが一番楽しい。No。 Yes、 新しくなった久屋踊り公園の見終わったけど、あっち反対側なんか音楽流れてる。なんかイベントやってるね。あ、日本酒やってる。やっぱりなんか日本酒祭りだった気がする。いいね、日本酒もあるし食べ物も売ってるし。でもまあ私たち2人とも日本酒好きじゃないから。そうだね、ちょっと俺たち向きではないね。これビールだったらよかったのね。というわけで今からちょっと買い物をしましょう。秋物のジャケットとかアウターをなんかちょっと買いたいから。買い物をするからこの動画をここで終わりにしたいと思います。名古屋の良さを伝えたならぜひいいねボタン押してください。で、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。